はい、どうも、ナルバン TV でーす。なんとですね、台湾グルメが皆さんのおかげで100回目を迎えることができました。その100回目を記念して、今日はここで食べてみたいと思います。見てください。牛骨がいっぱい並んでおります。お店の名は72牛肉麺。72の意味は牛骨を72時間煮込んで出汁を取った牛肉麺です。じゃあ早速入ってみたいと思います。わー、来ました。100回目記念の牛肉麺です。どうです？美味しそうでしょ？じゃあ早速食べてみたいと思います。はい、早速食べてみたいと思います。まず見てください。肉がもうとろっとろ。あと麺と絡んでね、これ美味しそうなので、じゃあ早速じゃあ食べてみたいと思います。うん。ほんと美味しい。あとスープ。あ、さっぱりしてる。そんな脂っこくない。やっぱ72時間煮込んだだけはあるね。すっごい牛の匂いが、味がします。これは美味しいわ、本当におすすめですね、これ。で、この牛肉麺ですね、1杯、台湾ドルで160元、日本円で約640円ぐらいですね。安いですよ、これ。なのにこんなに肉がたっぷり、もう何個入ってるんだ、これ。もう下にも肉が埋まってますよ、まだ。ほら、これね、肉のね、ブロックが多分ね、5、6個ぐらい入ってます。コスパ的にもいいです。うん、うん、熱い。で、これもね、ちょっと違うのは、あの牛脂を入れるとまた味がちょっと違ってくるんですね。これが牛脂です。もうこれね、ちょっとだけでいいんだよ。ちょっとだけこうやって入れてかき混ぜて、で麺と絡んで食べる。うん、お、ちょっと濃くなりますね。だから薄味でちょっと物足りない人とかはこれを入れると味が濃くなります。うん、あ、うめ、お腹いっぱいです。もう全部完食しました。もうすっごいあさっぱりしてて、日本の方にもおすすめな牛肉麺です。これからもナルバント TV 応援よろしくお願いいたします。じゃあ皆さん、ごきげんよう。バイバイ。ご覧いただきありがとうございます。私たちは台湾料品というウェブサイトで台湾の食品や雑貨を販売しております。今売れ筋の商品はカラスミとお土産セットです。またインスタグラムもやっております。台湾に興味がある方ぜひご覧ください。最後にチャンネル登録といいねをお願いします。拜托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 。